とってもなく長々お久々でございます。ゴリ吉でございます。はい、まあ何やってたのって言われてもね、仕事してましたしか言えないんですけどね。はい、まあ案外と真面目に仕事をしておりまして、本日久々にお休みは取れましたので、こういった形で動画アップになります。で、今日はもう本当にね、ゴリ吉くんの原点回帰でんだれんとレゴ行きたいと思います。で、何作るのって言ったらこちらですね。はい、レゴシティ60160、なんだっけ名前忘れちゃった。最近年取るとド忘れするんですよ、すぐね、悲しいことに。まあ、とりあえずね、こちら今日作っていきたいと思います。でね、作成動画こちらね、あのいつも通り早送りになりますんで、まあちょっと飛ばしていただいてもいいんですけどね、どんな手順で作ってるのかなって気になる方は見ていただければと思います。じゃあ行ってみましょうか。いつも通りレッツゴー。
はい、以上が制作動画でございましたと。はい。なんだろう、この微妙なハイテンションね。はい、で、今日ね、作ったんですけども、こちら。このワニが飛び出してくるとかね。これ、面白いですね。ただ、ここのね、カーテンって言ったらいいんですかね。こう、滝をイメージしてるビニールのものがついてるんですけど、これもうちょい柔らかい素材でもいいんじゃないのみたいなね。ちょっとこう出てくるときにね、硬い感じがありますね。あ、出すときに硬い感じがあるんで、もうちょい柔らかい素材でも良かったんじゃないかなって気はしますね。で、ワニがね、今までのものとちょっと違ってるっぽいんですよね。で、だいぶちょっとリアリティのあるワニさんになってます。まあ、なかなか可愛いんですけどね、これがね、ワニさんですよみたいな感じで。で、このキットで、まあ、ゴリ吉くん的に一番面白いなと思ったのは、実はこいつとかじゃないんですよ。このビューンって動く、これじゃないんですよ。これじゃなくて、これですよ。スーパーマリオにも出てきそうなこのパックフロア。ゴムの力使ってね、戻るようになってるんですけどね、一応。で、これこうやってね、開けたまんまにしてね、待ってて、触れたらパチンって閉まるっていうわけじゃないんですけど、そういうようなイメージだと思うんですよ、ここにね。真ん中に雲みたいなのがいて、それでパチンって閉まって。これはちょっとね、もともとこのキットの中では一応面白いんじゃねえかと思ってね、買ってきたんですよ。ちゃんとね、ここのね、トゲトゲの部分って言ったらいいんですかね。ここも組み合わさるようになってまして、上下が。うまくこと作ってあるんですよ、これがまた。で、こちらもね、ちょっと良かったなと思うんですけど。で、こちらが研究室みたいなね、ジャングルの研究室って言ったかな。まあ、車なんですけど、よいしょ。まあ、こいつに関してはね、なかなかよくできているなと思いましたね。っていうか、このキャビンが、キャビンなんですけど、この運転台ですね。なかなか、いいなと思いました。まあ、ご存知の方はご存知だと思うんですけど、日本のトラックでも、ダブルキャブって言われてるものがあるんですよ。キャビンがよ長いやつって言ったらいいんですかね。はい。そのダブルキャブの車体にちょっとパッと見似てるかなっていうような感じのキャビンにはなってますね。よいしょ。ただなんかね、いまいちね、噛み合わせが良くないんですよ、ここが。うん。だからここがね、もうちょい改善されればいいのかな、噛み合わせの点が。いろいろな部品使ってね、うまいこといろんな雰囲気をね、再現はしてるんですけど、このね、ガラスの部分がいまいち、うまいこと、噛まねってたところなんですけどね。やっと今これで噛みましたね。はい。で、例のごとく今回またゴリ吉シール貼っておりません。最近ね、実はね、シール貼れなくなってきちゃったんですよ、ゴリ吉。まあ、前も言ったと思うんですけど、一時ね、こっちの目玉隠してましたけど、隠してるっていうか、内側真っ白になってたじゃないですか。ああいうのもありまして、ちょっとね、細かい作業がだんだんできなくなっております。でね、まあ、こういった大きいものであればね、作るのそんな苦じゃないんでね、今後も作っていくんですけど、はい。まあ、そもそもね、こんな針仕事とかやるようなね、ゴリラじゃありませんので、まあ、その辺も心配ないんですけどね。とりあえずね、最近本当に細かいものがおかしい話ね、見えないんですよ。よく言う老眼なんじゃないかって言われたんですけど、老眼ではなくて、まあちょっとしたね、目の方の事情がありまして、片目が見えない悲しい状況になりました。はい。で、次回なんですけども、どうしようかと悩んでおります。で、とりあえず今のところゴリ吉くんが今待ってて、電子タバコというもの、こちらを2回ほど動画上げております。で、今までというのがアイコス、そしてプルームテックというところだったんですけど、この度ちょっとね、修理に出しておりましたグロー、こちら帰ってまいりましたので、はい、こちらを合わせて、まあアイコス、プルームテック、グロー、まあどんな感じなのかというかね、レビューをちょっとそのうち、その日とか次回やろうかなと思っております。
で、レゴファンの皆様、お待たせいたしました。おそらく発売されるであろう来年正月のレゴ福袋企画、はい、こちらをねやりたいと思います。また多分12月のだいたい26日ぐらいから予約開始になると思うんですが、そちらに合わせてゴリ吉も頑張って予約の方を入れさせていただいて、来年の1月の、まあ、1日2日ぐらいには、その動画上げられたらいいなと思っております。はい、じゃあね、とりあえずねこの先当面はちょっとお休みしつつ、ちょこちょこと間空くかなと思うんですけどね、開かないようには頑張っていきたいと思いますんで、見ていただければと思います。はい、じゃあこんな感じでグダ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 の動画でございます。またご覧になっていただける方はね、よろしければチャンネル登録、もっとよければコメント、でさらによければ高評価、はい、この3点よろしくお願いいたします。はい、じゃあまた次回お会いできればと思います。以上、ゴリ吉でございました。ご視聴ありがとうございました。